ラリー・アラン・ソーンはフィンランド出身の軍人。冬戦争及び継続戦争ではフィンランド国防軍隊員として不評中隊を率い、継続戦争後はナチス・ドイツの武装親衛隊将校として東部戦線各地を転戦、さらに第二次世界大戦後はアメリカ陸軍将校としてベトナム戦争で特殊部隊を率いた。このため彼は 三つの旗の下で戦った兵士として知られる。また、ラリー・アラン・ソーンはアメリカに渡った後に名乗った英語名で、フィンランド語の出生名は、ラウリ・アラン・トルニである。1919年5月28日、ラウリ・アラン・トルニは、フィンランドビープリにて父あるマリ・トルニと、母、ローザのもとに生を受けた。兄がいたがトルニが生まれる前に、天然痘で病死している。 1920年には、サルメ・クー・リッキ、1922年には、カイア・イーリスという二人の妹が生まれている。父は、フィンランド佐藤社に雇われた、小さな貨物船の船長で、軍に入隊するまでは取るにも、同じ貨物船で船員として働いていた。1938年9月3日、兵役を果たすために、フィンランド国防軍に入隊する。10月8日には、 機関銃中隊へ配属され、12月には、歌手間学校に入学。翌1939年3月1日には、五朝への昇進を果たす。冬戦争、継続戦争新鋭大将以時代のラウリトルニ1939年秋、トルニの兵器期間が完了した直後、冬戦争が勃発した。フィンランド国防軍は、戦時動員体制に移行し、兵役を終え、 予備役将兵の一員となったトルニもそのまま軍に残留することとなった。トルニはマルッティヌルメン中佐に引きられた第四、両兵大隊に配属される。同大隊は敵後方への浸透攻撃を任務としており、第13師団の指揮下でラドガ港北部に展開していた。1940年1月、ヌルメン中佐が交通事故死する。新たな大隊長には、 マッティア・ールニオ少佐が着任した。彼はラドガ湖の前線に移動し、レメッティにおけるソ連軍士団の包囲殲滅に参加した。この戦いの中で彼の英雄的な功績は上官たちによってすぐさま認められた。1940年2月からハミナの予備役長工学校に入学し、冬戦争終盤には少尉に昇進している。 冬戦争終結後の1941年、ナチスドイツの武装親衛隊ビーキング師団にて、フィンランド義勇兵大隊の編成が始まる。同年6月6日、トルニも武装親衛隊に入隊し、武装親衛隊将尉として同大隊に所属したものの、7月10日には士官不足を理由に、フィンランド国防軍に呼び戻された。 トルニシ隊の部隊将トルニの名を一層知らしめたのは、続いてフィンランドとソ連の間で戦われた継続戦争における彼の功績である。1943年1月、遊撃戦を専門とするニコ中隊を第一師団から抽出することが決定され、トルニは第二遊撃戦中隊の指揮官に就任した。この部隊は非公式にトルニシ隊と呼ばれた。 遊撃戦中隊は敵の戦線後方に侵入して破壊工作を行うことを目的とした部隊で、その戦果はすぐに両軍で評判となった。トルニシ隊に所属した兵士の一人には、後のフィンランド大統領、マウノ・コイビストがいた。1944年7月から8月にかけて、トルニシ隊は継続戦争最後の戦いでもある、イロマンツィの戦いに参加した。 この戦いの間、コイビストはトルニ対意識下の偵察中隊に参加していたという、フィンランド軍人時代のトルニ。左からペンテラリオ対位、ラウリトルニ中尉ホルゲルピトカネン中尉トルニ主体は、ソビエト連邦軍に重大な損害を与えたため、ソ連軍当局はトルニにおよそ300万フィンランドマルク相当の懸賞金をかけた。彼は、 ソ連軍当局が懸賞金をかけた唯一のフィンランド将校であった。1944年7月8日、マンネルヘーム十字章を受章する。新独派レジスタンス運動と武装新衛隊1944年9月19日、フィンランドとソ連の間でモスクワ休戦協定が締結され、継続戦争は終結した。しかしトルには中流ドイツ軍を フィンランド軍が排除するべきと定めたこの協定を受け入れることができなかった。トルニはフィンランド国防軍を脱走し、ナチスドイツの特殊部隊ゾンダーコマンドノルトから支援を受けつつ、ソビエト連邦が全土を掌握したフィンランドで、親独派レジスタンス運動を設立した。この時期にはトルニ以外にも多くの国防軍将校が、密かに親独派レジスタンスに協力し、 各種の軍事訓練を行っていた。間もなくして、ラップランド戦争が勃発すると、これらの抵抗運動は、ドイツ軍に共同して、ソ連軍の側面を攻撃した。1945年1月22日、トルニと数人のフィンランド人将校は、ドイツ側の申し出に応じ、ブラックスナシーの漁村沖から U ボートに乗り込み、ドイツ本土へと渡った。 彼らは破壊工作の訓練を受けた後に武装親衛隊へ配属され、ゾンダーコマンド、ノルトの隊員として、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、そして東部戦線などで各種の特殊作戦に従事した。4月15日、トルニは武装親衛隊隊への昇進を果たした。その後、デンマークにおける作戦中に、 イギリス軍によって捕らえられ、捕虜収容所に収監されているが、トルニはすぐさま脱走した。1945年夏トルニはフィンランドへの帰国を果たす。しかし、ソビエト連邦の影響下に置かれたフィンランドでは、ナチスドイツへの協力を理由に、多くの元軍人が反逆者とみなされ、弾圧されていた。トルニも秘密警察バレポによって、トゥルクで、 逮捕されるも移送中に脱走した。1946年3月、ヘルシンキで再び逮捕され、反逆の都がで有罪判決を受ける。これによって6年の懲役及び4年間の市民権の剥奪を言い渡された。しかし1947年7月には刑務所を脱走してフィンランドを逃れた。その後、 1948年12月23日に、ユホクスティパーシキビ大統領による特赦が行われた。1949年、トルニは冬戦争以来の戦友だったホルゲルピトカネン、元中尉と共に、偽造竜犬とかつての戦員仲間を頼りに、トルニオから国境を越え、フィンランド系住民の多いスウェーデンのハパランダに逃れた。さらに鉄道で、ストックホルムへと向かったが、 この途中に、ピトカネンは逮捕され、フィンランドへ送還されてしまう。その後、トルニは、フィンランド系スウェーデン人のマリア・コプスと結婚し、しばらくストックホルムで生活していたが、やがて偽名で輸送船ボリビア号の水夫となり、ベネズエラへ向かった。ボリビア号が寄港したカラカスの港で、トルニは、かつての上官であり、戦後になって反逆者として、 フィンランドから追放されたアールニオ元大佐と再会する。カラカスにいる間、トルニはアールニオの助けを得て生活していた。1950年、トルニはスウェーデンアメリカ間の定期便スカーゲン号に潜り込む。そして、スカーゲン号がアラバマ沖のメキシコ湾を航行中に海へ飛び込み、泳いでアメリカへ渡った。ニューヨークのブルックリンにたどり着いた後、 フィンランド系アメリカ人コミュニティの助けを受け、フィンランド人外で、大工や清掃員として働いた。1953年頃、元戦略情報局長官、ウィリアム・ド・ノバンの協力を得て、正式な定住許可を受け取った。アメリカ軍人として1954年、ロッチ・フィルビン法に基づき、アメリカ陸軍に入隊。この頃からラリー・ソーンという英語名を名乗り始めた。 アメリカ軍人として勤務する間、彼はアルポ・マルティネン中佐の中からマルティネンの仲間たちと通称されたフィンランド継承校のグループと信仰を持った。彼らの多くはソーンと同様亡命し、ロッジ法のもとで入隊を果たした元フィンランド軍人だった。彼らは特殊部隊の創設に関与し、ソーンはスキーや登山、サバイバル戦術やゲリラ戦術の教官を務めた。 その後、彼は空挺学校を卒業し、1957年にはアメリカ陸軍中尉、1960年には大尉となった。1958年から1962年にかけて、彼は西ドイツに配置された第10特殊部隊グループに参加し、イランザグロス山脈における捜索救助任務に携わり、再び選考が評価される。 1963年11月、彼は特殊部隊 A-734 に参加し、メコンデルタで戦った。この戦いで名誉戦勝賞を二度勲章を受けている。1965年には軍事顧問として幕部即ク英語版該当記事の教官となる。1965年11月18日、特殊任務の最中、 彼の登場していたヘリコプターがダナンから 40km の地点で撃墜された。すぐに捜索部隊が派遣されたものの、彼らは墜落地点まで到達できなかった。詳細の昇進が決定した直後の出来事であった。ベトナム戦争終結後も、長らく彼の遺骨は発見されなかったが、1999年になってラディーソーンのものとされる遺骨が発見された。 2003年6月26日、遺骨が本人のものと確認され、ラリーソーンはようやく、アーリントン国立墓地に埋葬された。アーリントン国立墓地にあるラリーソーン少佐と、同乗者の墓。南ベトナム空軍のファンライン V 軍曹、バオトゥング、グエンチュイ、ザロングファンチュイの名がある、コロラド州法とカーソンに駐屯する、第10特殊作戦グループの本部ビル前には、 ラリー・ソーンの慰霊碑が設置された。フィンランドでは生存していた家族やトルニ主体の元隊員がラウリ・トルに記念財団を組織した。ロビン・ムーアの小説グリーンベレーの主人公スベン・コルニエはラリー・ソーンをモデルとしている。2004年のテレビ番組偉大なるフィンランド人ではラウリ・トルニは前時代における偉大なるフィンランド人第52位に選ばれた。 ありがとうございます。